通勤の方見えますか。この赤い電気の中の十字架になっていて、十字の重なるこの空間なんですよね。あの十字架貼り付けに使ったとされる国の一歩って言っても、大地さんの国と違って伝説の国なので、こんな曲がってるんです。面白いかもしれないですが、馬の靴穴も使われたから、鍛冶屋で曲げてるとこ見つけたとか、いろんな話があるんですけど、いずれにしても3本持ちか4本持ちの1本が赤い電球の中にしっかり入ってて見えませんからね。で、年に1回こんな感じで金色の十字架用意して、ここにはめ込んで下ろして3日だけ新年見せる。今季節外れで両方見られません。1つは奥だし、1つはカバーから。 YouTube でね、見事な点で入れる。あとはこれね、みんな見事な点度グラス。見どころは入った時の右から 1,2,3,4,5,6,6 枚、1400年代、500年代、作り始めが北東の一番角から1,386年、600年以上の時に修理と建設が並行して行われた。だからね、像が新しいのは同じ採石場で使用したことから、作り替えとかで、あと綺麗に見えるのが見えるじゃないですか。で、ステンドグラスの見どころは右手は6枚で、7枚目の一番新しいもので、7枚目の下に100年前と1000年前の姿も見えるのが見えるのが整理する。あとは歩けるところで、ね、お金を払って帰る場合はフラッシュなんていう写真も。おでね、皆さん注意なんですけど、この後皆さん個人で入っていただきます。パッと入って、私がお見せしたものをパッと見たら5分10分涼しくて椅子もあるから、のんびり30分とかできるんですよ。それは皆さんご自由で、出てきて何をするか、バーゲンに行きたい方、さっきお店行ってた申し訳ないけどね。で、このビクトリオ・エマニュエル2世ガリリア左右対称の建物の右に行くと、このドームの隣、ドームの北側にはディナーセンターデパート、向こうからさっきも行けるし、こっちからも行けるデパートがあったり、ショッピングストリートがあったり、買い物には興味なくてね、写真が好きな方はそこ、ピンクの建物、オレンジの建物の向こうにレンガの古そうな建物、あれ鎌倉時代中世の街の中心だった視聴者裁判所であったら、あそこに行かれる13世紀のものが立ちね、14、15、16って古そうなものが揃ってます。中世の街の建物王様の像が左の方がショッピングストリートに使い物、お金があったらいくらでもお金を落とすことができます。でもショッピングに興味がなくて写真撮る方はこのご案内をしたら、ただ少しなんで人はこうやって帰ってくるんですかね。の国と違って伝説の国なので、こんな曲がってるんです。面白いかもしれないですが、馬の靴穴も使われたから、鍛冶屋で曲げてくると見つけたとか、いろんな話があるんですけど、いずれにしても3本持ちか4本持ちの1本が赤い電球の中にしっかり入ってて見えませんからね。で、年に1回こんな感じで金色の十字架用意して、ここにはめ込んで下ろして3日だけ新年見せる。今季節外れで両方見られません。一つは奥だし、一つはカバーから、うん、YouTube でね、見事な点で入れる。あとはこれね、みんな見事な点度グラス。見どころは入った時の右から 1,2,3,4,5,6,6 枚、1400年代、500年代、作り始めが北東の一番角から1,386年、600年以上の時、修理と建設が並行して行われた。だからね、像が新しいのは同じ採石場で使用したところから作り替えとか見たことがで、あと綺麗に見えてくるのと見られます。じゃないかで、ステンドグラスの見どころは右手は100枚で、7枚目の一番新しいもので、その7枚目の下に100年前と1000年前の姿も見えてくるのが見えます。整理する。あとは歩けるところで、ね、お金を払って帰る場合はフラッシュなんていう写真も。
でね、皆さん注意なんですけど、この後皆さん個人で入っていただきます。パッと入って、私がお見せしたものをパッパッパッと見たら5分10分なんです。涼しくて椅子もあるから、のんびり30分とかできるんですよ。それは皆さんご自由。で、出てきて何をするか、バーゲンに行きたい方、さっきお店行くか申し訳ないですよね。で、このビクトリオ・エマニュエル2世ガリリア左右対称の建物の右に行くと、このドームの隣、ドームの北側にはディナーシェンティスデパート、向こうからさっきもう行ける、こっちからも行けるデパートがあったり、ショッピングストリートがあったり、買い物には興味あるね、写真好きな方はそこ、ピンクの建物、オレンジの建物の向こうにレンガの古そうな建物、あれ、どのくらい時代、宮廷の街の中心だった、市長室裁判所にあったら、あそこに行かれて13世紀のものを始め、14、15、16世紀のものが揃ってます、中世の街の中心。王様の像が左の方が見せてる。買い物、お金があったらいくらでもお金を落としてるよ、ね、でもショッピングに興味がなくて写真を撮る方はこのご案内をしてください。